こんにちは。ロジスティックの島でございます。今日は FTA の原産地証明の問題ですね。それにチャレンジしていただきます。今日は問題を出す日ですね。第11回ということで、試、え、験、ー、の問題が20問ありますんで、山を越えたっていうとこでしょうか。はい。でですね、まあ今日か、この11回から見てる人もいますので、簡単に説明していただきますと、 えー、アライアンスの企業さんとですね、えー、一緒になってですね、FTA の原産地証明の試験をやっています。実際ですね、私どもはコンサルティングですとか、教育ですとか、あとは、そうですね、えー、証明をですね、皆さんの代わりにやる代行っていうことをやっております。ビジネスプロセスアウトソーシングですから、BPO をやってますけども、えー、その際ですね、企業様のですね、方々の、えー、証明能力、 って言ったら失礼な言い方になるのかな。照、えー、明のです、ね、レベルって見てるとですね、意外と低いんですね。で、それゆえに試験をやってですね、皆さんに理解してもらいながら、我々もですね、世の中がどれぐらいのレベルになるかってことを、えー、見てます。で、第6回を4月に行いまして、合計20問ですね。で、ちょっと成績が悪くてですね、割と点取り問題あったと思うんですけども、 えー、37点の平均点で前、過去5回は、あの、1回から5回までは、だいたい50点前後だったんですけど、低かったんですね。で、その問題をもとにしてですね、皆さんにですね、問題を解いていただいて、それで、あの、実際の自分のレベルがどうなのかってことを、まあ、試していただこうと思っています。で、一つだけ、えー、普通のテストと違うのは何かっていうことなんですが、えー、何を見てもいいです。本を見てもいいですし、 それから、ネットで検索してもいいですし、極論すると、えー、隣に聞いてもいいです。何を見てもいいのです。要するに答えにたどり着けばいいというのが、我々のこのテストのモットーとしてます。まあ実際現場がそうですからね。ですから、えー、回答用紙にですね、何も持たずに回答するっていうのは、まあ、それは知ってたら便利ですけど、実際はそんなことなくても世の中通じるわけなので、それでやってください。 問題の回答をですね、コメント欄に書いていただけたらと思いますし、まあその回答をですね、持ってですね、えー、次回の,あの配信で解説、回答を提示しますので、まあ、あのー、まずは解いてみるってことが大事なんじゃないかというふうに思います。はい。よろしいですかそれでは今日の問題を出します。 正答率は67%ということで、やっぱまあ点、これは点取り問題だったなと。でも3分の2ですから、3分の1の形と間違ってたということですね。今回の問題は割とその実務に即したような問題になってますので、非常に有用だと思います。読み上げますね。日インドネシア協定の VA ルール、CTC ルール双方を満たす HS8414.10 の製品がある。要は、まあ、この商品を自分たちが輸出するんですが、VA でも満たす、CTC でも満たすということになっていますと。日本商工会議所の原産品登録は VA ルールで行って、これまで輸出しているということで、VA では登録を済ませたということですね。製品には全く変更がないんですけれども、今後は同協定の CTC ルールを適用したい。 VA ルールで原産品登録をしているが CTC ルールでも原産品登録してよいかということで次のうち最も適切なものを選べということで3つ選択肢があります1つは同じ仕向国に輸出する製品の場合一度 VA ルールで原産品登録をした製品を CTC ルールで原産品判定することは認められないと。まあ、要するに証,、まあ、証明ができてるんだから認められませんと 2番、VA ルール、CTC ルール、双方で、原産品登録しても全く問題ございませんよ、という話ですね。まあ1番とは、まあ対局の話ですと。同一協定で同一製品に2つの原産品登録はできないが、異なる協定、例えば日アセアン協定、a j s e c ですね。で、CTC ルールで原産品登録をすることができるので。さて、どれが正しいか。まあ、適切なもの1個ですんで。 これは、ま、回答としてですね、間違いにくいのじゃないかというふうに思います。さて、お考えください。まあ、基本的には分かってらっしゃる方は、ま、すぐに答えが出る問題だと思いますので、えー、まあ、それでよろしいかと思います。まあ、調べられても結構だと思いますので、はい。で、これをですね、あの、まあ、どっかの Q&A にあるかもしれませんが、普通には書いてないですよね。普通にですね、ずっと書いてあって、その説明にあるというわけです。Q&A 探したら出てくるような内容だと思います。 でこのようなですね、問題ですね。今回は実務に沿った内容で、例えばセミナーに行ったらそのまま普通にかあの説明されるって内容じゃないで。そういう実際の実務の問題って割とありまして、私たちはそういうことも大事だと思ってまして、そのウェブ学習ツールのですね、問題集を作ってますが、その中には、ね、入れ込んであります。実際今300問ぐらいありますので、実際その問題を解いていただきながら、現実の問題に 直面していただくと、それで理解をしていただければ間違わなくなるんじゃないかと。原産地証明は、まず判定っていう一つの山がありますが、終わった後の県任という相手の国から来るチェックがですね、まあ、非常にプレッシャーとなるわけですが、それに対して準備をすることは何より大事です。担当者はそれに準備しておいてください。で、そのためにですね、まあ実際これが役に立つかどうかを試すにはですね、サンプル問題も解いてみてください。それは下の方に書いています。 ネットでアクセスして ID もパスワードもあとは、まあ、10問しか解けませんが、それでフレーバーを感じることができますので、ぜひともやってみてください。はい。えー、今日の問題いかがでしたかまあ、その問題としてはどちらかというと点取り問題なのかなっていうふうに思ってますので、えー、もし分かんなかった場合はちょっと頑張ってみてください。はい。では次回ですね、えー、回答とともに皆さんとお会いすることになりますが、そのためには えー、チャンネル登録とですね、ベルマーク、通知のボタンをちゃんと押してていただくとですね、えー、それがかいあの、その回が、えー、アップされたよっていうと、それを見ていくことができますので、よろしくお願いします。それでは、えー、今回ですね、第11回の問題、えー、ロジスティックの島がお届けしました。また次回お会いしましょう。失礼します。